Gönderin üstü. Cadı. Cadı. O girin de. Nani? O giro. いつもの時間だよ。何の時間？着替えなさい。車の中で説明する。私の目の前で脱ぎ脱ぎするんだ。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日も読んでやってまいりましょう。研究プログラムを作成した。インフラワールド。向こう側に通じる裂け目を作るコンデンサーも開発した。僕が使ってるのもコンデンサー周り。道を作ったの？そうなの。エイデの世界は？お、ゆうべ異変が起きた。霊体が裂け目をすり抜け、コンデンサーは制御不能、ビルにいた者は全て殺された。救助隊も戻ってこない。そこでお前を連れてこいと。お前はまだ未熟だし危険だと言ったが、裂け目の向こう側に対処できるのはお前しかいないんだよ。そういうことで、今現状 CIA が持っている手としてはそれしかないっていう話なのかな。他にそのエイディみたいにレーターを操ること、エイディというかジョディかみたいにレーターを操ることができるキャラはいない。さて、いきなり重要任務を任されましたが、コンデンサー。ジョディ、はい、行きたくないなら行ってくれ。行きたくない。帰ろう。大丈夫？ああ、そうだね。帰ったらチャプター終了なのかな。なんとかするよ。やるよ。おお、かっこいい。やっちゃえ、やっちゃえ。うん、ありない、始まるぜ、ベイベー。さて、ガチャ。でも、せめて傘さしてよね。バカげてます。バカげてます。何考えてるんだ。そうだよね。止められるのはあの子だけなんだよ。いい、大丈夫、座って。それで何か情報は得られたのか。どうだ。ウチャだって言うんだったら連れて帰って。帰ろ。これちなみに、あ、もうすでに行けるんだ。ちょっと冒険に出かけて、見れない、行けない、お戻り。魂抜けてたね、今ね。大丈夫か？消防士までやられてんじゃん。あれ博士？すいません、ここは立ち入り禁止です。おう、ちょ、行かせろ。なんだよ。すみません。そんなことまで共有されてないのかよ。だからやられるんだぜ。彼女で？そうです、私です。私が変な少女です。これは本当だ。わからない。よし、見せるわからない。変な少女だから、変な少女。ところで、任せ。他に情報大丈夫です。落ち着いて、見た目とか。ボーボーで喋ってるからもう何が起こってるか分かんない。ちょっとお前なぜ銃を構えているの？あ、いた、いた、いた。すげえいろいろごちゃごちゃめちゃくちゃ喋ってる周りで。うわー、廃病院みたいな感じになってるけどね。コンデンサーは地下室にある。了解。制御室を見つけるんだ。情報はそれだけだ。わかりました。ジョディ、はい、裂け目にいる霊体はエイデンとは違う。なるほど。向こう側の奥の存在については何も知らないに等しい。わかった。つまり怖い。生まれてからずっと正体不明の霊体と一緒に生きてきたんだよ。あ、生まれてからなのか。なるほどね。あれ、生まれてからずっとって面談の時も違ってなかったって。あれ、大丈夫、死ぬつもりはないから、殺すつもりでいきましょう。やっちゃえ、エイデン。あれ、なんか成長した頃よりも発育いい感じになってない？体、あれ、大人ジョディよりも発育がよく見えるの、気のせいか。あれ、地下室で病院だよね。一人で行かせるんだ。まさか、それ、これ以上の犠牲を出すわけにはいかないから。さあ、皆さん、ホラーの時間ですよ。あんたもそうなの？さっきおで、え、私もない。そう、怖い。わゆー、わゆー、わゆー。さあ、何かあるかな、なんかあるかな。何もない。うふふ。何もない。あった、なんかあるね。ジュシー。あ、なるほど。これとで、こっちもいるんだね。新しいボーナスをアンロック。なんだ。ああ、あまり離れすぎるとジョディが大変になることになるので、ジョディキョロキョロしてるけど、惨状じゃん。なんかゾンビとか出てきそう。ねえ、
なんかこんな音楽流れそう。ドゥルルルルルドゥルルルルルドゥルルルルルドゥ。さっきから来てる、なんだ、すごい今一瞬めちゃめちゃ止まったね。Warning, warning。さあで、ジョディ行かせる前にどうして下に移動いきます。ああ、仕事を押さずに下に行ってるけど大丈夫か。ああ、こいつが来るか。そしたらこれでエレベーターが来るようになるのかな。あら、ちょっとこれ魂抜けかけてんじゃない。あれ、ちょっと、ウェイバイバー。エレベーターよりも先に行けるから。これ普通にジョディに戻ったらいいよ。で、ボタンを押したら来る。こっち。ああ、手動なのね。手動エレベーター。あれ生きてない。ちょっと引っかき傷。え、もうリッカーじゃん。リッカー、音を立てるな。音を立てたらクイーンって。そらさあ、いくら霊体といるからといってもさ、生身の人間が倒れてるの見たらびっくらこいて腰抜けるわな。立てる？大丈夫？おしゃれなジーンズ履いてるね。さて近づくと、なんか急に手を握られそうだよね。はぁ、左の方、右と、あ、なるほど、治癒する。あ、じゃあ、え、魂吸い取ってる。これ頭の方へ動かすと、おぉ、あ、何が起こったか見れるのか。お願いだ、どけ。何か飛んで、あ、はい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 、さっきのあれね、スーツケースが飛んできたのが、で、その当たった反動とかも含めて引っかかってたわけだ。さて、じゃあでも地下室に行かなきゃいけないって言ったから地下行きましょうか。ラブラッドリーズ。さあ何が出るかな。映画のバイオハザード3みたいな。タイラントとかいそうだよね。わー、スワットが寝てる。おい、まだ任務完了しないんだからさ、ここで寝ちっとダメでしょ。さて、こっちに行く。おー、すげー燃えてるけど、これ以上いけない。ちょっとおどきよ、お兄さん。お兄さん、お兄さん、お兄さん。サイバース、びっくりした。あそこ、中は、墓場。グレイブ。ビビッと、やっぱりホラーだったね。ちょいちょいホラー要素あるよね、このソニーコンピューターテイメント。いや、引っ張るんだ、すごいね。あれ、これってもう CIA に入ってるって。 CIA だよね。じゃなかったら、まあそれは無理だもんね。そうか、 CIA で特殊訓練を受けてるから、もうこれいけるんだ。うわー、生きてる？生きてないね。オーラがないってことは生きてない。いけるか。あ、これ以上いけないか。いけ、あ、生きてる。ちょっとさっきのさ、いくんだ、浮かばったっつってた人、あれ、いくな墓場だわ。あれ、いくな墓場ださん、もう戻れないし。あるのかどうかちょっと分かんなかった、あのオーラが。待って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 、後ろで、おお、よみがえった。この人も魂抜けてるね。え、今完全にさ、よみがえってたよね。ぬるんってなってたよね。大丈夫、開けれる。え、そんなさ、それでも立ち向かって。反対側から開けてみて。了解しました。はい、もう部屋だ、もう部屋だ。これで開けれる。
じゃあこっちか。うわこれで開いた。行けたっぽいけど、これより先に、お前かさっき俺ボード化してきたやつでなんか白目向き上がったようにやろう。今夜中に一人でプレイしてんだよ。怖いんだよ。開く？反対側から、え、ちょっと反対側から開けてみてって言ったよね。反対側から開けられなかった。あ、これだ。あ、いた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 。でもこれさ、こんな燃えてる中さ、一人で行ってさ、万が一。そうだね。何？私も感じる。何を？奴らがいる。どういう？え？離れないでよ。もちろん。え、俺も離れないで。大丈夫？おっきい。これも。え、エイデンの方、違う。ジョディの方に向けて、ジョディの頭の方に向ける。そうそう。オッケー、いけたか。で、何が撃った？撃てる。うわ、ディゾンダーアクロバットな。シルクとスライユでも見せない技。いやはや、これ大丈夫？そこに倒れてる人もさ、これもなんか、あ、まだ生きてるね。とりあえず抜けて。あ、ちょちょちょ、戻らないよ。これよく燃え広がらないと済むな。あ、触れるね。生きてる。あ、これもか。これも、こっちに向けて、頭、魂を吸い取る。やってることが、ほら、変わらない。なんてホラーゲー？サイコパスだね、これ。サイコパスじゃない、サイキック。アドベンチャー。ここを覗いたら誰、ああ、なんかあったあった。これは開けれる？ああ、違うの、押すのか。サーバーを壊すのね。この中に壊してもいた、サーバー、大丈夫？保守とか関係ない。保守はない。おお、初めから壊しとけばよかったんじゃないか。なるほどね。で、これで脱出できるようになって。取ってこっちのこのデスクトップのパソコンはだ、じゃあな、ノートパソコン、デスクトップではないね。よし、じゃあ登っていきましょうか。次行くしかないよね。ほい、ジャンプ。これでもさ、火であっちいんじゃねえか。めちゃくちゃエイデンの力使ったらさ、火とかもさ、全部さ、消化できるんじゃないか、もしかして。これ、行く？大丈夫？慎重に慎重に。足首くじいたらもうそれで終わりだからな。OK！ よし！さて、こういうのは普通にある世界なんだな。まずは、何？とりあえず、脱出経路確保。よし、さあ行こう。オーケー、さあ行く。さあ行くんだけど、その前にエイデンでできることを先に始末しとかないと。これは誰の席や？ジョディか。うわぁ、腕？燃えて腕だけが残ってんじゃん。おっ、ちょ、何？が散る。髪がひらひら舞い降りて落ちる。はい、また魂吸い取ります。行け。何が起こる？エネルギーの塊を生み出し、こちらの次元とあちら側の間に一時的に超絶不良社員が、あんたもその時燃えてるんだったらさ。ああ、ジェイキースだった。ハサミギロチンされた。こっちにはこれ以上行けるね。行けるけど、もう燃え盛ってるから無理だよね。そうだね、これじゃ無理だな。てかむしろやめといた方がいい。ここでなんかできることは情けだね。OK、やばいね。あまりこの高さで歩いてると
煙を吸いすぎてジョディが動けなくなる。いくら霊体と喋れるからといっても、この子は生身の女の子やからな。エイデンと違って。こっちにいる。お邪魔します。さっき倒れてた。そうそう、この人、この人。机の上は通らない。さすが。主人公の鏡。で、この人はどうなったんだ？ほい。かまし。チュチュチュこれ、チュチュ。ほい。はい、すってすってすってって。吐いて。君手が。大丈夫。ダメダメ落ち着け。あ、今日から十二人。まあ。撃ってるけど意味あるのかこれ。おーおーおー、なんか連れてくる。なんかウロボロスみたいな。ロワチャキャ。おお。あ、なるほど。天井に叩きつけられたよりも最後に大凶暴を打ったところでバーンとやられた感じだ。ビビビビビビビ。あ、まだ倒れてる人がいる。こいつバーンと起きない。大丈夫？消防士っぽいよね。消防士さん、ハロー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 、ハー。なるほど、消火器で立ち向かってたんに、これさ、え、大丈夫？この消火器がボーンってならない。うわ、どういう状態？うわ、顔面骨折、打撲、頸椎折れた。で、そりゃゲホゲホなるわな。あ、なんだ、天井見てた。こっち行ける？あ、行けるね。消火器きっとどこかにあるはず。そう、その消火器を、そう見つけたんですよ。見つけたんで後ろ向いて、はい、パス、ナイスパス。よし、じゃあこれ拾って、拾う、ちょ、なぜ炎に向かっていく。ちょっと拾って、あっつ、あっつ、よう持てんな。てかよう爆発せえへん。消火器って、こう小学生だったか中学生の時とかにその消防訓練で扱ったことあるんやけど、めちゃめちゃ重いんだよね。こう扱うにはなんか奥の方でパーパー飛んでるのが、あれただの紙か。なんだ？さて、あ、ここもなんかある。OK、よいしょ。じゃあ次行こう。これ左、どっち？燃えてる。近づかないで。燃え広がる。なんでこんなびっくり要素がいっぱいあるの。助けたいけど助けられないんですよね。この人どうしたらいい。ボケてる、シュー言ってる。大丈夫。あー、音楽が何もなくね、ただ燃えてる音だけがね。あれ、音楽鳴ってる。ちょ、イヤホンさしてるけど音楽っぽいのは何も聞こえてこないんだよ。さて、この部屋で何かできることは。あ、製造者発見。生存者発見。ジョン・レノンみたいなのが。この人は、あー、絶対こいつびっくりポイントの時に顔見とこう。そう。DPA。OK。さっきびっくりポイントって言ったら生存者で安心する？いや、怖いなぁ。びっくりポイントだよね、これ。生きてる？あ、皆さん気をつけて、気をつけて。ここで何してる。え、何もしてません。クソガキ。いや、気になさらずに。ただちょっと火事場泥棒やってるだけです。繊維、あいつもあれだね、魂抜かれてるけど、あれ、死体でもいけるの、この脅威っていうのは。さっきからうるさいんだよね、おっさんが。うわ、こんなとこでラボラティーとかやってくるからね。待て、やめてくれ。やめろ。何もしない、しないしない。大丈夫。私はジョーディ、ドーキンス教授のチームの者です。兵隊がラボを乗っ取った。うん。向こう側の生き物が隠れたんだが、はい、奴らはまだここにいる。やめてくれって、なんか大体それ、あの中年の親父に向かって女の子が言うセリフなんだ。動いているから、ね、逃げられるはず。現象が起こる。残るのか。だがあいつらに殺されるぞ。いや、早く抜けよ。エイデンが戦ってくる。死ぬ時はみんな一人だ。そういう言い方は良くないよ。そうやって一人になって、ぐっからそらそうなるわな。
ガキ死ね。危ねえ、まさかの急に、ええ、く、お、お首が、お首が自由自在ですね。ちち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 ち、負けないよ。みんな試合へと、暗殺と巡査が負けるわけないよ。さあ戦え、いけ、ほっ、べし、痛くも痒くもないってか、やべえ。もう一丁、もう一丁、もう一丁、おっと、あ、痛い。生身の人間にこれは痛い。あぶれ、避けて、おお、ストレールはさすがにやりすぎだけど、やってもいけるの。ドライなってんねん、エイデン。こういう時こそエイデン、あ、痛い、あ、痛い、避けて、オッケー。これめちゃめちゃ分かりにくい。え、今の避ける方向どっちだったんだ。やばいよね、来た、ピクピクしてるけど、お、あ、さすがに、さすがに力尽きたか。急げ、逃げろ。いやー、抜いたー。ターミネーター2のシュワちゃんみたい。危ない、急げ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 。予備電源で動いてるやつの中に負けるな。溶鉱炉に突き落とせ。サムズアップで逃げるんや。オッケー、それを落とせ。で、潰せ潰せ、潰せば勝ちや、潰せば勝ちや。さすがに後頭部出てきたか。船をなんか激しい、あれ、魂抜けてった。ここでさ、生きて帰ったとしてもさ、なんだろう、この霊体たちは残り続けてる状態だから意味ないよね。この霊体を始末しに行かなくちゃいけない構造だったけど、このまま帰って大丈夫？あ、違うね、まだいるね。この人らは、あ、出てた。もういっちょ。 OK、 開いた。あ、近くにいてよ、いい？もちろんもちろん、だけどその前にこの人に何が起こったのか見よう。 OK、 魂吸い取ります。吸い取るんだ、吸い取るんだ、ルン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 。どうしよう、行け行け行け、早く私たちを出してくれ。それは無理、相談ですね。そういうことだ、そんなことじゃ止められない。そういうことだ、危険を犯した瞬間に、あ、ちょっと撃な、やっぱり撃った。何しよう、こ、自身はどうした。あ、自分のやった罪に耐えきれなくなった。こんなんさ、これだって、だって14、5歳の女の子でしょ、多分、ちょっとわかんないけど、そんな女の子、こんな惨状を打ち続けてさ、よく平気でいられるよ。そしたら、エイデンがいるから。エイデン、やり返してください。エイデン？こっちでいいの？いけないね。何かにぶつかった音はしたけど。わあ、もう怖えわ。まだこれ続くのかな。いやー、早く、パソコンがこっち向いてるよ。パソコンもついに恋愛感情を持ち始めてるのかな。リモート攻撃的だよ。すごい暗くて見づらい。避けろ、パソコン飛んでこな。パソコンは飛んでこない。しかしサーバールームが、サーバールームが、ちょ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 、お首はやめて、お首は上げない。さあ、ここのサーバールームに何かあるのか。これがサーバールームなのかどうか分かんないけど、開けれるんかい。これ以上は開けられない、さすがに。いや、でもでもまあ細身だから抜けれるでしょ。慎重に慎重に。さあさあ、サーバールーバーね、あの、熱くしちゃダメだからね。冷え冷えなんだよね。ほら固まってる。だけど、ここまでサーバールーム冷やす必要あんのけ？うわぁ、温められて、しかも、コンデンサーが近い。近いね。向こう側のエコーを感じる。OK。温められて、水で冷やされて、で、冷凍するでしょ。気づかれずにいけるかも。相当やばいよね、これ。はい、体力的には。これでも先に
行って何かない。うわー、こんな部屋で作業してるってことはありえないだろうから、単純にその冷なんかその冷房装置云々がバグった結果なのかな。コンデンサーが、いかない、もうこの際死体は一切の無視。もう奥行くだけ、あれでも、もしかしてだけど、こっちに行ったらなんかある、このパソコンとかなんかあったりとかする、そういうわけでもないかな。よし、じゃあコンデンサー、近いから左の、自分で自分の首を絞めてるのが気になるけど、パスがいる、パス、あ、なるほどね、あ、そういうことか、パスを探さなきゃいけないのか、パスは、パス。これさ、エイディに探しに行かせたりとかできないのかな。ここでバレない、パス、パソコンの中に入ってたりしない、ないね。こいつか、わあ、また難しいね。646、違うな。これは順番並んでるだけだね。CRCATE。パスはこのおじさんが持ってたりする。あ。DPA。ん？いや、関係ないな。ちょっと待って。今見たけど、これは？ああ、やっぱ、このおじさん調べるんだ。動かないよね。大丈夫ね。おはようございます。いっぱい起きてきましたね。さすがの。後ろも気をつけて。セクハラです。セクハラはダメです。ダメです。もう今触りすぎ。解剖の時間です。解体しましょう。いやー、なんでこんなに打ってくるのか。いけ、次、パス、お願い、エイデンも早くして。どうしたらいい、ほーら、オッケー、魂を抜きます。そして魂を抜きます、もう一丁魂を抜きます。んで魂を飛ばして、そう、あ、急いでジョディ、ものすごい数が来てるんだ。近い。いけたい。首がどうなってんだこいつ。ああ、こんなとこで。おばじちゃん。大丈夫。セーフ。おお。うわあ。そこでドジッコちゃん発動しなくても十分あなたは可愛いから大丈夫よ。さあ行こうか。というところで。こっちはもう戻る必要もないというか、元の位置に戻ってるね、この人たちね。スタッフが美味しく戻しましたってやったやな。行こうか。あ、なんかよく見たらジャケットに顔がいっぱいあるね。そんなのはどうでもいい。ピピ。さあ、この中にまた新たな人がいたりしないか。随分寒いね。いやー、まさかこんな他の霊体と戦うというまさかのホラー要素があるとは思ってなかった。コンデンサーがぐるんぐるんしてて、これあれじゃないの、次元転移装置じゃない、めっちゃ人飛んでるわ。あれじゃない、イカゲスト、なんかよくわかんないが飛んでるね。あ、魂抜けてる。ってことはここで何が起こったかをもう一回見る。何があったの、ふい、抜けて。オッケー、さあ何が起こった、何かおかしいぞ。コンデンサーのエネルギーレベルが上昇している。シャットダウンしろ、すぐに。ダメだ、暴発したと思ったら、暴発したんじゃなくて本当にあれだね、霊体が飛んできた。その結果めちゃめちゃ飛んでるわ霊体。どうしたんだろうな、霊体が起こっちゃう、その何かを人間がやらかしたんだよね。これどうしたらいい、めっちゃゲッソー飛んでるんだけど、ゲッソーというかなんかクラゲーの、大丈夫これ、本当だ、あ、なんか生み出されてるこれ、あ、狭間、そういうことか、向こう側への道、狭
私もあそこに行ったら楽になれるかしらとか、いや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 、そんなことはないと思うんだけど、とりあえずこっち向かうかな、近くに行くしかないよね。大丈夫、これ行って、アラート、アラート切らないとダメなのかな。はいはい、音楽が止まったぞ。パワーをストップ。これ止まる、シャットダウンが間に合わないよね。意味がないよね、これやっぱりね。クソクソ、女の子クソなんて言ってダメよ。あいつ動かない。さあどうする、どうすればいい、何が起こる。後ろの死体がまた動いて首がプリ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 する。あそこに行けば、あそこに、え、まだチャンスがあるかも。エイデンが行けばいいんじゃない。開けるのね。え、あ、結局開けるのね。あそこに行けるの、まず行くしかないのか。あの機械に向かって走るよ。了解しました。あんたは霊体から私を守っていい。はい、承知です。行くぞ、走れ、フラフラするな、登れ、そんなゆっくりじゃダメだ、急げ。あの訓練で、あの訓練で激しめの、おお、負けるか、霊体黒い、ボルデモートに消した、もう一丁、ほら苦しめ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 、これで合ってるのか、これで合ってるのか。おお、爆発した。ちょっとちょっとセクハラはダメです。すごいな、ジョディすごいやマジで。あんなに引っ張られてさ、全然離さないんだもんね。魔法感出てきてるね、なんか霊体の上で。走れ、急げ、そらくるくる回ってる場合じゃない、霊体がこっちに気づく前に走り抜けろ、走り切れ。おお、切った、あぶね、ほい、ハードル、ハードル強、あー届く、はしご、はしご、エイデン早く、ほい、任せて、ほい、落とした。さあ登るんだ、霊体がいっぱいウヨウヨしてる。あの黒、黒って赤くてゲッソーが霊体ってことでいいのかな。で、あっちに向かって走る、行け、走れ、出る、避けろ、オッケー、いい、もうちょい来てる、もうちょい来てるが、よし、こっち、あれ、あ、そっちなのか。できれ走る場所ミス、ミス、いやでもここで来られたらやばいね。もちろんでございます。食べさせない、そんな、そんなまたグラからセクハラさせない。私の名をエイデン、マトロのエクスペクトパトロナーム。ほら、やっぱすごい、なんかぽいぽい、ほらぽいか、もしオッケー。おー、もう一丁来てるね、もう一丁来てるよ。引っ張らないで、そんなとこから押したら痛いじゃ済まないからさ。 OK、 エイデン最強、さあ行こう行こう行こう。まさかこのパートこんなに長くなるとは思ってなかった。33分プレイ、34分プレイしてる。さあこれでまた引っ張ってくるようなやつがいるんじゃないか。なかなかワイルドな姿勢で登っていきますね。さあ行き行き、ちょっと待って、また来てるんじゃね。1、 OK、 スイッチ、あ、ちょっと失敗したか、なんでどっちに行ったらよかったんや。おおお、どうなってる、どうなってる。あ、ちょっと待って、エイデン、エイデン、エイデン、よし、破壊しよう、破壊しよう、破壊しよう、エクスペクトパトローナム、苦しよう、苦しよう、苦しよ、苦しよ、苦しよ、食べないで、ちょっと待って、苦しよ、苦しよ、泡だけた油、オッケー。これ実際どうなってるのか全然わかんないんだよね。ただただ長押しのクリックしてるだけ。もう一丁来た、ちょっとクリック押せていい、
クリックしてるのに赤くならない時ってなんかすごい怖いよね。おお。さあ反対側に来ましたよ。でもこれだけでさいけんじゃねえか。あの全部エイデンが倒したらいいんじゃねえか。ここでぴょん。さあ最後の試練だね。最終試練。いけ走り抜けろ。また来るぞ。回ってる奴らは右に左に避ける。いやいや飛んでからはそれは無理でしょう。さあ最終試練が待ち受けて足をつかまれたところで引けそこにコマンドはなかったんかい。これでシャットダウンちゃんとなる。頼むよシャットダウン。でもないね。派手に飛んだな。ちょっと待って、そんな落ち次元転移装置がめっちゃ吸収してくるやん。あ、これであれかもしかしてあっちの世界に連れてかれるのかって落ち。これなんかコマンドとかない。大丈夫。普通は無理。さすが CIA 優秀訓練兵。いや生きてるね。あっちの世界に連れてかれたりってどういうオチになってたんだろうな。多分割とグダグダな気がするけど、なんか刺さってる。あ、違うな、パーカーの紐か。あ、よかった、刺さっちゃったの。そういうわけではないね。エイデン。はい、エイデンです。エイデンいるの？いるよ。あれもしいなくなった、エイデン。いや、いなくなってたら CIA としてのあの逃走のシーンはないはずだから。エイデン！いなくなったらいなくなったら寂しいんじゃん。あんたのせいよって言ってたシーンもあったのにね。いるよ。いるけどどうやってこういないかと思った。ああ、存在感じ取れたんだ。なるほど、さすが生まれた時からの親友だね。ずいぶんと長いパートでございましたね。あ、まだ続くんだ。お、みんな称賛してくれたまえよ、ジョディ。うわあ、大胆なセクハラ。私のミスだ。やらせるんじゃなかった。本当にやらせちゃダメなんだよ。やられるところだったんだから。あ、ジョディ、やらしくやられる。お前を失ったかと思ったよ。解剖されるところだったからね。二度とこんなことさせないで。本当に本当にさせちゃダメ。か弱い女の子。もしまた道を開ければ、うん、全てが失われる。そういうことだよね。コンデンサーの二度と使った永遠にシャッター、あ、チューあはしないよ。そりゃそうだね。しかしそれはできないんだ、ジョディみたいな顔してるよね。実は真犯人このパパだったりしてね。あれなんて名前だったっけ。とりあえず教授としか覚えてないんだけど。まだ倒れてるやつより早く救急車で運んであげなさいよ。これいろいろ分岐あるんじゃないか、やっぱり。チャネリングマスター、ポータルシャットダウン。お、すべての死体にチャネリングした。お、24%。いいね。脅威された科学者を殺さないパターンもあるの。え、殺さなかったら殺されんじゃないの？大丈夫。コンデンサーを止めないパターンもあるの。コンデンサーを止めないって何？なんか時間切れアウト、ちゃん、ちゃんとか。おー。まあ、とりあえずすべての死体にチャネリングしたわ。ね、ちょっと珍しい道をたどることができたみたいだったね。嬉しいです。ということでね、本日動画最後でございます。お疲れ様でした。バイバイ。